どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、ぜんざいです。フォースオブネイチャー2の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、トリックスター、見えない魔法を使っているトリックスターを、レーダーで発見して、で、魔法で倒して、で、その魔導書と、オーブとかですね、を取り返したんですけども、その後何をしていいかわからなくてですね、録画外で、ゴーストたちの話を、一からですね、もう一回こう聞いてたんですけども、翻訳しながら、そしたらですね、そもそもこの、一番初めの青いゴーストですね、この人の、頼み事を聞いてなかったっていうのが分かったので、タブレット、このオーブ。この浮いてるオーブですね。オーブは、タブレットを見つける手助けになるんですかっていう質問ですね。このオーブが、このマジックオーブが私の聞いたオーブなら、かつて大魔術師が使ったオーブ、アーチメイジ。大魔術師が、物を探すときに使ったオーブ。って言ってますね。これドーラさんが前に、エリーが、石を持ち出して逃げ出したときに、父親のアーチメイジがこれを使って、探し出したと。いう話をしてたんで、そのオーブですね、やっぱりこれは。大魔術師が使っていたオーブ。で、これがあれば、近くに、タブレットの近くに行くと、何らかの反応をするって言ってますね。で、タブレットはどこにあるか。この島のどこか、この島のどこかにあるって言ってるんで、探しに行きましょう。こういう反応するのか。ちょっと光ったかな。ちょっと光ってるけど、感覚が少しずつ短くなってきてる。あれ？また離れたかな？いや、近い。かなり近い。これで？ちょっと離れた。この辺だ。この辺で？マジか。これでオッケーなのかな？
タブレット見つけたようですね。はい。でも言葉がわからない。書いてる文字がわからない。それは古代語。私に翻訳させてください。あ、古文の2？長っ。5月2日？ロング&プロスパー？L？ 長く繁栄したのは、神々の政治。おっと。彼らの主題は平和に暮らしていた。が、やがて神々は姿を消していった。ストーンを隠した。ストーンを隠したので、他の世界への門。他の世界への門は、もはや価値のない人によって開かれることができませんでした。ちょっと直訳なんですけど、最後の神々が去った後、悟りの欠如のために、人々は平和を維持しなかった。神々が去って石もなくなって、人々が戦争を起こしたって言ってますね。代わりに、終わりのない無秩序と対立が生まれた。それ以来、すべての土地を支配してきた、暗い時代が生まれたって言ってますね。他のタブレット、アザータブレット、これまだあるってことか。5個あるっていうことなら5分の2っていうことかな、さっきの。あ、光った。離れたな。ち側かな。この辺。いました。あ、やっぱそうだ。あ、違う。これで？5分の3。魔術師たちは、絶え間ない喧嘩に不安を感じ、戦争に不安を感じて、平和の時代に戻るために、古代の神々の知識と力を得ようと努力したと。もう一度その神々がいた時代に戻そうと。
すべての魔術師の中で最も偉大なものが、古代の神話から石を手に入れることができた後、彼らはその力を力を収めて、人々の心の優しさ、心の優しさを目覚めさせるために着手したと、魔術師たちが。かつて世界を支配していた闇を分散させた彼らは、リオットストの、ライオット・オブ・ザ・ストーンとともに、世界を新たな夜明けへと導きました。うん。まだ5分の1読んでないんであれですけど、まあ、5分の2で神々がいなくなって人々が戦争を始めて、でこの5分の3の石板タブレットで、魔術師たちがもう一度平和を取り戻そうと、で石を復元というかしたのかな、手に入れて、でまた平和な世界を作ろうと努力したと。光った。違うな。この辺だ。あれ、普通に吸っちゃう。来た。5分の4。はい、夜ごとに、ナイトアフターナイト、夜ごとに、どんどん良くなっていったと、ぐっと、で市民の平和、市民の平和と調和を、生み出そうとする新しい指導者たちが生まれていった。ってますね。最高の日が来た。今では、恐れることなく、旅行者は、どの土地でも、自由に歩き回ることができるようになった。って言ってますね。うん。で、科学、サイエンス、商業、
クラフトが繁栄して、地球上に調和が広まった。うん。とりあえず5分の4のタブレットはいいことが書いてますね。良くなったと。あ、光った。地かな。あ、近い。この辺だ。キャッ。あ、5分の1。はい。ということは、これが一番古いっていうことですね。5分の1。ミオ、この古代の伝説の物語、時代の夜明けって書いてますね。この世界、この世界は空っぽだったと。空っぽで、制御されてなかった。そのために、古代の神々、古代の神々は、荒れ果てたままになってしまったと。神々をこう賛美したり導いたりする人が誰もいなかったので、石を作ったと。すべての要素の力を合わせた自然の力の石、フォースオブネイチャー、その自然の力の石を利用して、門が開かれた。その門からさまざまな人たちがこの世界に定住し、空の土地を埋めるようになったって書いてますね。あと1個かな。あ、光った。近いんだけど、あ、ここだ。よし。あ、もういいよ。5分の5。はい。5分の4は、再び平和になったっていう話だったんですけども、5分の5、長い間、フォースオブネイチャーは、マジシャン、マジシャンたちによって、最新の注意を払って保管されていたと。しかしその石は盗まれて、価値のない人の手に渡ってしまった。で、古代の知識が不足していたため、石はバラバラになってしまった。
その結果、明治は激怒し、平和を維持することができなくなったって書いてますね。で、国家は互いに立ち上がり、魔術師を隠すことを余儀なくされた。闇が再び世界を覆った。戦争と混乱が続いた。うん。あなたは、私が生きていた時に私ができなかったことを、できなかったことをしてくれた。あなたは島で全てのタブレットを見つけました。私はあなたに永遠に感謝しています。うん。私も、それらを見つけることに興味があった。これで OK かな？これでどうしたらいいんだろう。はい。そうですね。では、とりあえず今回はこの辺で終了にしたいと思います。で、録画外でまた、ちょっといろいろ探しておこうかなと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。